長身で恰幅がよく豪胆な性格だったと伝えられる芹沢鴨。しかしその生涯は多くの謎に包まれています。生まれは現在の茨城県玉造町芹沢の郷氏とも、北茨城の神官の出だったとも言われています。当時水戸藩は徹底した尊王攘夷の教育を行っていました。その影響を受けた芹沢は後に天狗党と呼ばれた過激な攘夷集団に身を投じました。しかし意見の対立から同志3人を切り捨て投獄されてしまいます。死罪を覚悟した芹沢は小指を噛み切り、その血で自分の死後も水戸の攘夷思想は残るという意味の自省の句を書いたと言われています。後に許された芹沢は嗜食に溺れ破滅的な日々を送りました。新選組に自らの死に場所を探していたのかもしれません。